ミック・ロバート・ボストウィック・カーニーは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は大将。第二次世界大戦中は、ウィリアム・ハルゼー海軍元帥の参謀長として使え、冷戦期のドワイト・ディ・アイゼンハワー政権下においては、南ヨーロッパ方面の NATO 部隊司令官を経て、アメリカ海軍作戦部長を務めた。ミックこと、ロバート・ボストウィック・カーニーは1895年3月26日に、 カリフォルニア州バレー法に父ロバート・エメット・カーニー海軍少佐と母バーサ・カーニーの子として生まれる。海軍兵学校に進み、1916年に卒業。卒業年次からアナポリス1916年組と呼称された、この世代からは太平洋艦隊司令長官権太平洋軍最高司令官や統合参謀本部議長を務めたアーサー・ダブリュー・ラドフォード。 カーニーの前の海軍作戦部長であるウィリアム・フェクテラー、空母任務部隊を指揮し参軍統合問題で、海軍を追われたジェラルド海防ガンらがいる。卒業後、カーニーは、少尉候補生として、戦艦、ニューハンプシャー乗組となった後、1916年10月からは、駆逐艦母艦、リキシーに転じた。アイルランドのクイーンズタウンに進出した後、同地で、 アメリカの第一次世界大戦参戦を迎えた後の1917年7月、カーニーは駆逐艦、ファニングに移り、イギリス海軍のサールイス・バイリー大将式の下で艦隊に付属した。ファニングでのカーニーは、砲術と水雷担当の士官を務め、1917年11月17日に、ファニングがドイツ帝国有望というマイナス58を撃沈した際には、 U-58 の捕虜を救助してクイーンズタウンまで護送したが、カーニーは、この戦闘での行為が評価されて表彰された。対戦終結後の1920年代後半、カーニーは、戦闘艦隊司令長官ルイス・アールデス・タイガー、対象付けとしてハタ担当士官となる。しかし、戦闘艦隊時代のカーニーは欧兵な態度を取るです。タイガーとは、ソリが合わず、 その関係については、後年に、圧力、短期、批判、そして不快であったと回想している。有名なのは、デスタイガーら幕僚の集合写真を撮影することになった際、カーニーは、提督、私は、貴殿が、メス犬の最悪な、腐った息子だと思うと言い捨てて、集合から離れた。デスタイガーは、カーニーと海兵隊抜きで行った、撮影後、 個人的にカーニーの個室を訪れ、キデンはあまりにも一生懸命働きすぎたと謝罪した。カーニーは先の回想をデス・タイガーとの3年間の経験は貴重なものだったかどうかは結論できない。こういうことはいずれは繰り返されると続けている。カーニーは戦艦機において戦術の戦闘艦隊スタッフのほか戦艦や巡洋艦での砲術士官、 駆逐艦や輸送艦の艦長を歴任し、陸に上がってからは艦隊訓練部隊司令や海軍長官のオフィス付けにもなった。第二次世界大戦勃発後の1941年2月当時、カーニーは大佐として太平洋方面で海軍航空隊司令として装備、特別訓練を及び組織改編に携わっていたが、大西洋方面での航空機と潜水艦からの 脅威に対処するため、部隊ごと大西洋方面に召喚された。この部隊は、中立パトロールの一環として関与していた、輸送船団の護衛に充てられることとなった。1941年9月13日から1942年9月までの、間は、アーサーブリストル中将の参謀長として、アルゼンチア海軍基地に詰めた。この間、 舞台は2600隻もの各種艦船を護衛し、わずか6隻の損失で切り抜けた。この実績に対し、カーニーに海軍主勲章が授与された。ついで1942年10月15日からは、新鋭の軽巡洋艦、デンバーの初代艦長となる。カーニーは、デンバー艦長という職務を、さらに重要な職に就くための一時的な任務と解釈していた。デンバーは、 南太平洋に開港され、ハルゼー率いる南太平洋軍の一員として、ソロモン諸島の戦いにおける日本軍との対決に従事する。1943年3月5日のビラ、スタンモア野戦では、カーニーのデンバーはアーロン・エスメリル少将率いる第68任務部隊に加わり、輸送作戦から、帰島途中の日本海軍の駆逐艦、 村雨とミネグも一方的に攻撃して撃沈した。この回戦でレジオン・オブ・メリットとブイ・フィジャンツケブロンズスターメダルを授与された。7月26日夜にはコロンバンガラ島、ショートランド諸島の日本軍に対する艦砲射撃を実施した。ところで当時のハルゼーの参謀長を務めていたのはマイルズ・ブローニング大佐であった。ブローニングは周囲との圧力を 幾度となく繰り返し何かと評判のかんばしくない人物であったが、ハルゼーが代わって手元に置き続けていた。ブローニングはまた航空部門に長けており、ミッドウェイ海戦直前に急病で戦線を離れたハルゼーに代わって空母任務部隊の指揮を取ったレーモンドスプルーアンス中将を補佐して海戦を勝利に導いた実績もあった。しかし、 ブローニングの悪い評判はワシントンにまで届いており、フランク・ノックス海軍長官と合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦部長、アーネスト・キング大将は、太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ大将を通じ、ハルゼーに対して、ブローニングの鋼鉄を要求。ハルゼーはなかなか要求には応じなかったが、鋼鉄は強行され、ブローニングは新鋭空母。 コーネットの初代官庁に転じた。キングはハルゼーに対して公認の参謀長候補を3名提示したが、その中にカーニーも含まれていた。ハルゼーは最も短期ではなさそうなという理由でカーニーを参謀長として選び、人事は7月29日付で発令された。カーニーは南太平洋方面において後方支援体制の整備に尽力し、 その功績に対して二度目の海軍主勲賞が授与された。彼は、冷静な判断力と独特の戦術眼を持って、ソロモン及びビスマルク諸島方面での攻勢作戦に貢献した。彼の総合的な知識は、遺憾なく発揮され、彼によって整備された、物流体制は敵に対する最大の強みとなり、日本に敗北を与える部隊に対する有効な策となった。 南太平洋軍時代は外に日本軍、隣にはダグラス・マッカーサー陸軍大将をトップにいただく南西太平洋軍という難敵が控えておる。1944年1月に新珠湾で開催された太平洋戦線に関する戦略会議にハルゼーの代理で出席したカーニーは他の海軍側出席者と共にマッカーサーが主張するニューギニア島から ミンなナオ島に至る戦略ルートにうっかり賛成し、マッカーサー側が主張していたカビエン攻略の用意さえ命じていた。マッカーサーとの戦いもしばしばあったが、最終的にはハルゼーの働きや、遥か上の統合参謀本部の移行もあって、退化なく終わった。ソロモン方面の戦闘も一段落し、第三艦隊は第五艦隊と共に高速空母任務部隊を指揮下に、 置くこととなった。カーニーは引き続き参謀長を務め、第三艦隊指揮下の高速空母任務部隊は、マーク・ミッチャー中将の下で、第38任務部隊を名乗り、最初の戦いとして、パラオからリンガエワンまでの核戦線及び1944年10月のレーテ沖海戦を戦った。この最中、カーニーは、ハルゼーの激しい動揺を目の当たりにすることとなる。 10月24日、第38任務部隊は反復空襲によって、栗田武雄中将の日本艦隊を引き返させた。春勢は栗田艦隊をもはや脅威とはみなさず、北方の小沢寺三郎中将の機動部隊への攻撃に全力を挙げることとなった。ウィリス・エイリー中将に戦艦を主体とする第34任務部隊を臨時に編成させ、空母3個任務軍と共に、 小沢艦隊を目指したが、小沢艦隊はおとりであった。栗田艦隊は、空襲がやむと再反転して、夜中にサンベルナルジの海峡を突破し、10月25日、早朝に護衛空母主体の第77任務部隊の前に出現する。第7艦隊司令長官、トーマス C ケイ度中将は栗田艦隊の出現に、大いに驚いたが、それ以上に、第38、 第34両任務部隊が小沢艦隊攻撃に殺到していることを知って協定する。近景度はハルゼーに対して大支給の支援を要請し、ジェシー・ビオルゲンドルフ中将の旧型戦艦軍が弾薬欠乏に陥っていることも伝えて、ハルゼーに少なからぬショックを与えた。ハルゼーに対する痛恨の一打は十0時頃、ニミッツから発せられた伝文であった。ウェアイズ リピートウェアイズタスクフォース 34? ザワールドワンダーズ第34任務部隊はどこにいるか。世界がいぶかっている伝聞を読んだハルゼーは帽子をわしづかみにして甲板に叩きつけ、大声で泣き出した。カーニーはその様子を目撃すると、やめてください。一体どうしたんですかしっかりしてください。と叫んで、ハルゼーの体を押さえつけて落ち着かせた。 落ち着きを取り戻したハルゼーは、九段の伝文をカーニーに渡し、1時間後に、ほとんどの部隊を反転させて、第7艦隊支援に向かうことを命じた。カーニーは、レーテ沖海戦の先行で、海軍十字章と海軍主勲章に代わる金星章を授与された。1 9 4五年一月の南シナ海侵入のグラティテュード作戦で、第一期の作戦を終えた第艦隊は、 沖縄戦終盤の1945年5月末に戦線に戻り、7月から8月にかけての日本本土への最終攻撃を行って8月15日の終戦を洋上で迎えた。カーニーは東京湾に第三艦隊を迎え入れるため先行し、横須賀守覆域の降伏を受領。9月2日の戦艦、水売りにおける降伏文書調印式にも参列した。 海軍作戦部長時代のカーニーの公式ポートレート戦争終結後の1946年、カーニーは中将に昇進する。1950年2月まで海軍作戦副部長の職にあり、東海岸方面で第二艦隊の運用方法に関する研究も行った。1950年10月2日に対将に昇進し、1951年から1953年までは、 イタリア、ギリシャ及びトルコの各国軍を管轄する南ヨーロッパ方面、ナトウ部隊司令官と第6艦隊司令長官を兼任し、ナポリに滞在した。ナポリ滞在中の1951年7月21日、時の海軍作戦部長フォレスト・シャーマン大将が、ナトウ内の問題解決のためナポリを訪れていたが、オペラ干渉賞後に2度の心臓発作を起こして、 翌7月22日に休止し、カーニーはシャーマン夫人と共にその最後を見取った。翌1952年6月14日、カーニーはアメリカ軍関連の部門をジェラルド・ライト中将に委ねてロンドンに創設した新司令部移動させ、以降は NATO 関連の職務に専念して1953年3月にジョン・キャサディ中将にポストを譲って退任した。 帰国後の1953年5月13日、カーニーはアイゼンハワー大統領によって海軍作戦部長に任命され、1955年に任期を全うしたことをもって退役した。退役後はバス鉄工所会長など、主に防衛産業に関わる企業の会長職を歴任した。1985年にアナポリスの歴史学名誉教授だった。 E.B. ポッターによって、ハルゼーの電気ブルーホール G が出版された際には、簡単にはこの本を置くことはできなかったと賛辞を寄せた。1990年6月25日、カーニーは、ワシントン D.C. で95年の生涯を終え、アーリントン国立墓地に埋葬された。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の14番艦、カーニーは、カーニーを記念して命名された。 日本の海軍兵学校の卒業年次に、換算すると、黒島亀と、早川三木松田千明、西川正浦を排出した44期に相当する。ありがとうございます。